ショーマス彗星は、1911年12月1日に、ニースでアレクサンドル・ショーマスが発見した周期彗星である。発見時は12等級だった。1922年末まで周期は7.1年だと考えられていたが、あとに8年と再計算された。1919年の接近時は、パリのガストン・ファイエが10.5等級で検出した。 1927年の接近時は12、等級だったが、1935年には観測されなかった。1937年には木星金棒を通過し、軌道周期がわずかに増大した。1968年と1976年にも観測されず、1952年に高度が増大した原因によって消滅したのではないかと考えられた。 1984年にアリゾナ大学スチュワード天文台のエリザベス・レーマーが1976年に撮影された写真から発見し、近日点通過日が変化していることが示唆された。この年末の接近はパロマー天文台のジェームズ・ギブソンによって検出され、ブライアン・マースデンによって軌道が再計算された。これにより、1976年に撮影された天体は、 正末彗星であると確定された。地球への最接近は2026年と2034年、木星への最接近は2044年に起こると計算されている。2010年5月22日には、純惑星ケレスから0.02天文単位の近傍を通過した。また2200年7月には火星から0.07天文単位を通過すると計算されている。 各の直径は2 6トルと推定されている。聖市吉田 24p、ショウマス。聖市吉田エスコメットカタログ2010年2月24日、閲覧。AB JPL クローズアプローチデータ 24p、ショウマス。2009年5月6日閲覧。JPL スモールボディデータベースブラウザー 24p、ショウマス。 ジェットプリプルションラボラトリー2010年2月25日閲覧ありがとうございます。